皆さんこんにちは。カズビデオのカズです。えー、今日は服の紹介動画です。あの、先日ドクターフーの服をちょっといくつかインターネットで買ってみたので、今日はちょっとその紹介の動画です。で、ちょっとあの、撮影してきたビデオを、あの、撮影してきたビデオにちょっと別で今声を当ててます。 で、まあこんな感じでパッケージが3つあるんですけど、えっ、ー、と、今回 Amazon で1着と、あとはあの、この前、d r f フーのシーズン12と13のブルーレイを買いましたっていう動画を出したんですけど、あのー、そこでブルーレイ買った、えー、ブルーレイ買うのに使ったザビっていうサイトがあるんですけど、えっ、ー、と、残りの4着かな 4, ?4 着はそのザビっていうサイトでえ買いましたので、 それぞれちょっとご紹介できたらなと思っておりますで一応こんな感じであのえっ、ー、と全部で5着かなずらっと並べていますそうですねこの5着ですね、まあ、T シャツ4枚と上着1枚っていう感じですね えっとそうですね、こっちの、えっと、右側か、右側の服を Amazon で買って、左側の4着をザビで買ってます。で、Amazon で買ったやつは、またあの、詳しく見せますけど、Amazon で買ったやつは、Twitter のユーザーさん、あの、フォローしてるユーザーさんが買ってたので、僕もちょっと買ってみたっていう感じなんですけど、一応あの、全部、あの、それぞれ見せようかなと思っております。 そうまずはこの青色ですね。で、背中のところにこうやってドクター・フーって書いてあってあの BBC スタジオのライセンスが入ってます。で、ドクター・フーのタグ下の方ですね。ライセンスドバイ BBC スタジオっていうのが書いてあります。だからこのタグがついてるやつは 全部ザビで買ったやつですね。まあ、一応 Amazon で買ったやつも、あの、ライセンス商品だって書いてあったんですけど、えっ、ー、と、こっちの方にはタグが載ってると。で、この青色のやつは、10代目ドクターのシャツです。ちょ、ピントが合ってないな。ピントが。ピント合いましたね。そう。嘆きの天使が映ってて、Don't Blink。 で、ドクターとマーサ、アロン・ジーの文字と、あとあの、もう新シリーズのね、あの、初期の頃のロゴに、10代目ドクター2005年から2010年と、そういう表記があります。で、裏面は特に何にもなしです。で、これ M サイズを買いました。まあ、サイズ感とかはまた実際に着た映像を見せますので、えっ、ー、と、そっちの方でしっかり見せます。 で、もう一個のグレー色。これもザビで買ったやつ。これがですね。そうそう。今チラッ、<laughs> ちらっと映ってましたけど。ちらっと映ってましたけど、初代ドクターの T シャツです。で、タグがあると。そう、M サイズね。M サイズって書いてあります。 で、一応この動画の目的っていうのは、あの、インターネットで服ってなかなか買いづらいと思うので、まあ、実際にどんな感じのサイズ感っていうのをお見せするっていうのが目的です。で、ドクターとスーザンが映ってて、えっ、ー、と、サイバーマンとダーレクト。で、Have you ever thought what it's what it like to be wonders in the fourth dimension? まあこれはあの、えっと、第1話のあの、アン・アナ・スリー・チャイルとか、ドクター・フー第1話で言ってたセリフだと思います。で、下には昔のドクター・フーのロゴが書いてあって、初代ドクター、1963年から66年とえ表記があります。だグレー色にな、なんていうのかな、これ、白、白模じゃないけど、そういう。 なんだろう生地なのかなこれはそういう模様でなんかあのなんだろうね一番最初の初代ドクターのオープニングをイメージするようなあの色かなと思っています、まあ、グレー色ですねでもう一個が確か黒だったと思うんですけど若干ネイビーっぽい黒かなと思ってますでもうあの大きく出てますけどこれがあの12代目ドクターとクララの T シャツですね。で、さっきミッシーも映ってましたけど、まあ、こんな感じ、あの、えっ、ー、と、シーズン8以降の、あの、オープニングのね、あのシーンが入ってて、ミッシー Who's m i s s 載ってますね。で、えっ、ー、と、シーズン8のね、ドクター風で12代目ドクターと。で、2014年から2017年と。で、こっちも裏面は、 何にもなしですね。こ,こ,この三着が、えっ、ー、と、全部 M サイズ。で、もう一個が上着ですね。ジャケット。で、これもさっきと一緒のタグがついてて、えっ、ー、と、首の後ろのところにドクター風と書いてあります。で、これがね、これ長袖なんですけどね、あの、これも M サイズで、 えーっと左胸のところにギャーリフレーの紋章が来てますでこの袖のところまで来た感じ、まあ、ボタンでパチパチパチって止めるような感じの上着ですねでポケットもついてて裏面にはこれですね 映るかなピンと合わせてる映ってるあ,あそうっす。なんか首のところに何か引っ掛けられるやつがあってえっ、ー、と、これですねえっ、ー、とプライ、プライドニアンアカデミーなんかこのギャリフレイの学校だと思うんですけどそれの名前が入っててえっ、ー、と、で、ギャリフレイ 63みたいな感じで。で、あの、いつもの、あの、ギャリフレーのね、あの、アルカディアの街かなあなんかドームの中に入ってる街をイメージした、あの、イラストが背中に載ってます。だもらも冬場になったらもう早くこれ着て、街歩きたいですね。まあ、夏場も普通に T シャツ1枚とかで、街出ますけど、そういうの来て、あの、で歩きたいですよね。まあ、なかなか今ちょっと、例のウイルスのせいで、 で、かげづらい世の中にもなってますけど。で、こっちの方が、え m、ー、と、アマゾンで買った10代目ドクターの T シャツ。で、こっちが L サイズですね。で、またちょっとサイズの、あれも測ったので、後でお見せします。で、剥がせる、なんか QR のシールもついてます。で、これですね。10代目ドクターの、なんか80年代風デザインのシャツですね。ツイッターでいつもよくしてくださってる ユーザーさんがこれ買ってて、ちょっと僕も欲しくなって買ったってやつなんですけど。まあ、こっちはちょっとあえて大きめのサイズを選んでます。ちょっと若干大きいやつも欲しいかなと思って、L サイズにしました。ちなみにザビで買ったさっきのあの、M サイズの T シャツのやつは、あの、ブルーの10代目ドクターのやつだけ最初に実はあの買ってきてみたんですね。 で、サイズ感問題なかったから、残りの3着も購入したっていう感じです。で、これが実際に着てみた感じの映像ですね。で、このちょっとなんかね、あの顔が見えないようにスパイダーマンのマスクをつけてます。で、なんとなくちょっとボルテックスマニピュレーターとかそういうのもつけてみたんですけど、そう、こんな感じで。 で、真ん中に don't blink と、プリントが映ってます。で、僕身長174センチあるんですけど、ま、着てみるとこんな感じですね。で、ちょっとなんかソニックドライバーもちょっと持ってみてますけど、これあの、時計に、アップルウォッチにカメラで映してる映像を しアップルウォッチでどういう風に撮れてるかを確認しながら撮ってるっていう感じですねで一応ズボンは、まあ、ベージュのやつを履いてみました、まあ、白とかでもいいかもしれないですけど、まあ、一応こんな感じですねで今度が、えー、と12代目ドクターとクララのやつでパンツはユニクロの,なんかの伸びる素材のジーンズをちょっと履いてみてます 実際に着てみるとこんな感じで,でこれ収録の後このシャツ着て買い物とかちょっと行ってたんですけどあの真ん中にこうやってね大きく絵が載ってるから結構目立つと思いますそうこのねミッシーがね <laughs> いいですよねちょ,ちょっとなんかミッシーと同じような手のポーズやってみたんですけどこうやって見ると全然再現できてないですね <laughs> でなんとなくちょっと12代目ドクターのソニックドライバーをちょっと持ってみたっていう感じですね最近このソニックもあの電池入れたらまた動くようになって暇さえあればチャカチャカ鳴らしてますけど、まあ、ソニックと一緒に持つとこんな感じですねああもう一個はこれあれか白のユニクロのジーンズ履いてみたやつですね まあ色合いを見せてる感じですね。まあ黒だったらあの白のパンツとか履いても全然合うと思うんで。で、次が、えー、と初代ドクターと、初代ドクターとスーザーのやつですね。まあ基本的にあの絵が色と絵が違うだけなんで、あの、まあ、着てみた感じそんなに変わらないとは思うんですけど、まあちょっとジーンズと の組み合わせで着てみるとこんな感じです。で絵柄も綺麗に見えますね。まあ、こんな感じです。で、さっきのギャリフレーの上着を着てみるとこんな感じですね。まあ、ギャリフレーのこの上着の後ろにギャリフレー63って書いてあるから、 なんかこう、初代ドクターのシャツと組み合わせて着てみたくて、えっ、ー、と、この組み合わせで着てます。で、一応この上着も M サイズなんですけど、なんかいい感じに、あの、個人的には、えっ、ー、と、腕の長さとか、その辺合ってて、あの、ぴったりなサイズって感じですね。まあ、ちょっと後ろこれシャツ出てるのちょっとあれですけど、まあその辺はちょっとしょうがないかもしれないですね。で、さっきのアカデミーの文字に、ギャーリフレーの絵。 っていう感じですねで結構目立ちますね。この赤のラインが入ってて。まあだからまあどうでしょう。11月とか、12月とか、ちょっと寒くなってきたら着てみるとかがいいかもしれないですね。で、これあの、えっ、ー、と、おもちゃオリジナルのパーツ組み換えのソニックを持ってみた。なんか、<laughs> なんか、こうやって見るとすっげえ変に映ってますね。ははは。 まあ一,緒に一緒に持ってみるとこんな感じっていう、まあまあ、単純にちょっとソニックを持って映したかっただけなんですけどで一応ボタンもちょっと止めてみました、まあ、一個一個パチパチと止める感じですね、まあ、止めてみるとこんな感じですでポケットもまあこんな感じで手が入るようになってます 上着はこんな感じですね。いや、いいっすね。この背中のね、絵が目立ちますね。で、最後に、Amazon で買った80年代風のデザインの10代目ドクターのシャツ。これは L サイズです。で、パンツは一応白を履いてみました。まあダ、ダボダボ若干ダボっとした感じの。 服もありかなと思って買いましたけど、まあどうなんでしょうね。こういう感じだと、なんか短パンの白とかと、茶色のサンダルとかが合うかなっていう、なんか個人的なイメージですね。その着方が合ってるか分かんないですけど、まああまり僕もファッションセンスがあるわけじゃないので、まああまりちょっと、いろいろ、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかは言うの避けますけど。で、またなんか、ソニックをちょっと、一緒に、 撮ってみた感じでですすねで、えー、っと気になるサイズです、まあ、ちょっとあの下手くそな絵ですけど一応こんな感じで横線をとかを引いてます、まあ、肩幅 43cm これあのギャリフレンの上着これ M サイズですねで一応あのザビのサイトとかにもあのサイズ表載ってるんですけど、まあ、一応ちょっとこんな感じで平らなところに置いてえー、っと サイズを測ってみました。まあ、ちょっと僕の測り方とか、あの、なんだ、服の個体差と言いますかね、あのその辺もあって、若干のズレはあるかもしれないですけど、大体こんな感じです。M サイズ。まぁほんと参考までにっていう感じですね。で、腕の長さも、まあ、こっからここまでで61.5センチありました。多分測り方は合ってると思います。 で、こっちがザビで買った M サイズのシャツですね。まあ、あの3枚買ったうち全部サイズ一緒なので、まあ本当にこれを基準に他のサイズ選んでもらえればいいかなっていう感じですね。まあ、肩幅46センチ。まあ袖も20センチっていう感じですね。 で、えー、っと、こっちが Amazon で買った L サイズのシャツですね。まあ、肩幅46。まあ、この辺もあの参考までにっていう感じで見ていただけたらなと思っております。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでちょっとあの服の紹介の仕方としてなってるのかよくわかんないですけど、えー、っと、まあ、こんな感じでちょっといろ。 選んで買ってみた服をちょっと紹介してみましたで一応あのザビのサイトだとこの10代目12代目初代の T シャツ以外にあの13代目ドクターまでの歴代のそれぞれの T シャツありましたのであのまたリンクは載せてときますのでまた気になった方はぜひチェックしてみてくださいだから7代目ドクターとか黄色だったかな違ったかなちょっと反応忘れちゃいましたけどあの 13代目ドクターのシャツもありましたし、あの9代目ドクターとローズが写ったシャツもありましたので、あの気に入ったシャツぜひ見つけていただいて、あのお買い求めいただけたらなと思っております。だオフ会とかでこういうシャツ着ていきたいですよね。で、皆さんそれぞれマイドクターとかがあると思うので、好きなドクターの写真、写真じゃないわ、えっ、ー、と、好きなドクターのシャツとか着てって、 あのそういうので話が盛り上がったりするのもありかもしれないですね。まああとはなんか街とか歩いてて、あドクターフーのシャツ着てるって、オタクもフービアンみたいなそんな感じでなんか <laughs>、まあ今時そんな知らない人に声かける人あんまりいないかもしれないですけど、まあそんな感じでね、あの街で偶然フービアンを見つけるとかなんかそういうのももしかしたらあるかもしれないですね。まあそんな感じでですね、あのちょっと自分が買ってみた服の紹介でした。 ドクターフーの服系の動画は過去にあのドクターフーのとある衣装を買ってみましたみたいなそんな感じの動画も出したことあるんですけどまあ、あるはあのコスプレ衣装だったのでまたちょっと用途が違いますけどまあ、この今日紹介したものは全部普段使いできる服だと思いますので、えー、繰り返しになりますけどまたあの気になった方ぜひチェックしてみてください ま,また他にもあの、まあ、こういう服とか、ドクター風関係の商品、買ったらまた紹介しようかなと思っておりますので、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。